なぜ不可能と言われた総理への再登板が可能となったか、それは決して私が特別優れた人間だったからではありません。残念ながら特別強かったからでもない。ただ一点、決して諦めなかったからであります。そして諦めない勇気をもらったからなんです。無理かもって思ったら、もうそれより先になんて進めない。方法は無限大、可能性は永遠の海。やれそうって思ったら、もうほとんど乗り越えたようなもの。バイ・ツンク。ツンクさんが近代のために作った曲の中の一つ、私の 大好きな一節です。諦めないことが大事です。そしてできると思う自信がとっても大切だと思います。第一次政権は1年で終わり、短すぎると批判されました。でも第二次政権以降、長く続いて憲政史上最長になりました。それはさっきも言ったように、私が特別優れていたわけではありません。私よりも優れた仲間たちがいたからであります。そういう仲間たちと一緒にチームで同じ方向に向かって進むことができたからなんです。皆さんもこれからの長い人生、失敗はつきものです。人によっては何回も何回も何回も失敗するかもしれない。でも大切なことは、そこから立ち上がることです。そして失敗から学べればもっと素晴らしい。なかなか学校にも行けない、ふるさとに、実家にも帰れない、友達と過ごす時間もなかなか作れない、友達を作る時間も少なかった。本当に辛く困難な日々が続いたと思います。でもそういう困難を乗り越えて、皆さん今日の日を迎えた。この特別な経験は必ず役に立ちます。必ず糧になる。そしてこの困難な時を同じ場所で同じ大学で過ごした仲間たちの絆は、私は特別な絆だと思います。それは皆さんの人生にとって大切な財産になっていく。